はい、ピースクでサクサクやっていきますということで、はい、今気づいたよこれいつお知らせ来たの？4時とかかな。ちょ、ログインはしてたんだけど、多分朝ログインしてそのままだったのかなということで、はい、遅くなりましたが、パワプロの日の合宿がやるそうです。まあ、なんつーの、まあ、すでに合宿毎週なってるみたいな感じなんだけど、あれね、チケットがもらえるよっていう感じの仕様になるって感じかな。選択権とかあって、この6体かもらえますよ。で、グッサン見るとさ、あのアプリが今めっちゃ強いの出てるから、うわべ超強いじゃんと思ったけど、こっちは別にそうでもないんですよね。はいということで PSR の選択権もあるんだという感じです。826称号、あ、最終決戦って書いてある。最終決戦なんだ。もうやんないんだ。最終決戦12月にやればいいのに。はいということで826最終決戦なるそうです。はい、フリーと天命だと特攻つくよって感じです。はい、でもやる人いんのかな。やる人いたら教えてやらない人ほとんどだと思うけど、うん、ちょっとメンツがな、欲しいのいねえな。まあ俺は個人的にも、欲しいのが虹谷兄弟姉妹と翼ぐらいしかいないので、うん、なんだよね。シドレミ50、グッサン50、アマネ50、ハカマ50、フッキーは45か。で、合わせはまあ、あれ、通常は持ってないけど、なんだっけ、あのピッチャーのやつね。なんだっけ、挑戦だっけ、あれも。挑戦合わせは持った、50になったので、もういらないので、名前なんだっけ、こいつ。あ、挑戦合わせが貼ってた。紛らしいんだよ、挑戦って。はい。あれ？虹谷は最終兵器か。サイリソンは秘密兵器か。紛らしいな。はい。ということで、はい。やるそうです。はい。まあ、来週合宿だけってこと？あ、リターンズウィーク。あ、クロセーラーね。今週ね。で、まあ、アドベンチャー。これ3人作ればなんか、大丈夫そうな感じだったね。うん。って感じなので、まあもう、ちょっとパワープロの日に関しては、まあ、石ちょっとくれたら嬉しいなっていうのと、あとは、そうだね、虹谷が、まあ来るだろうと思うので、うん。そこに石をつぎ込みたいっていう、はい、感じでございます。はい、ということで。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。じゃあ、ピースの一日をお過ごしください。はい。アプリもね、甲子園とパワプロの日とあるし、生放送とかでね、栄冠クロスの話もおそらく、見れるので、楽しみにしていきましょう。金曜日だね。はい。ということで、バイバーイ。